2つの二次方程式 x 二乗足す ax 足す a イコール0と x 二乗足す ax 足す1イコール0が共に虚数解を持つように定数 a の値の範囲を定めようという問題です。で、これ二次方程式が虚数解を持つ条件ですから、まあどうせ判別式を使うんだなということは、まあ、素朴にはまあなんか分かった気分になっている人も多いと思いますが、これどうしようかな。a の値の範囲って言ってるから、これ a が実数だということは勝手に織り込んでもいいのかもしれませんけど、これちょっと怪しいのでやっぱり不備じゃないかなという気がしますが、この定数は実数の定数だということは言っとかなきゃいけない気がするんですよね。まあ実数を超えて例えば複素数の値の範囲とか普通言わないので、まあ無理やり言えないこともないですけど、範囲っての不等式で表すしか知らないと思いますので、その限りで言うと値の範囲って言ってるから定数 a は実数だとみなしていいのかもしれませんけれども、これのやはり実数係数でないと二次方程式の解の種類が虚数解であるっていう議論はちょっとできないので、まあこの a が虚数だったらどうなるのかっていう話はちょっとしませんけれども、まあ高校範囲ではもう何も言わなかったら方程式のあるいは多項式の、まあ、方程式だな、方程式の係数は実数とみなすというそのぐらいの大人の対応でいいかなと思いますけど、じゃあ a が実数だという前提で解いていきますけども、与えられた2つの方程式のもちろん二次方程式になっていることは二次の係数1だから自明でして、その判別式を考えますが、判別式をそれぞれ D1 および D2 と置く。これ両方 D って書いちゃうとの違うものに同じ記号が割り振られてまずいので、の添え字で番号をつけておきますけど、 D1 がこっちの判別式で D2 がこっちの判別式でっていうのもの順番で書いておけば間違いないと思います。もちろん書いてる本人が混乱しないようにしておく必要はありますが、こうやって2つの判別式に区別をつけてと置くと、と2つの方程式が共に虚数解を持つための条件は、求める条件はとか書いちゃってもいいのかもしれませんが、ちょっと丁寧に書いておきます。これ実はこの条件って書きましたけど、と判別式の議論をしているときは判別式が二次方程式の解の種類の判別に使われるときっていうのは必要十分条件であるということは一応覚えておいてください。ここではあんまりくどいこと書かないですけど、まあ、論理的に分かってるということが見えて、まあ心証はいいかなと思いますけど、だいたい条件はって書いちゃいますよね。そうすると共にですから、1番目の二次方程式が虚数解を持つから D1 は負である必要があって、かつ2番目の方程式も虚数解を持つ必要がありますから D2 も負で、このこうなるような a の値の範囲を求めればいいわけですよね。で、まあそれ一行書いてもいいですけど、ここでは省略、書くのは省略しますけど、とこれを満たす a の値の範囲を求めると、まあこれも実は必要十分条件で求まりますけど、ここでと d1 っていうのは一次の係数の2乗を引くことの4かけると二次の係数かける定数項ですから、これは a2 乗引く 4a で、その因数分解しておくと a かける a 引く4で、ではちょっと次の行に行きましょうか。またと d2 っていうのは一次の係数の2乗引くことの4かける1次、二次の係数かける定数項ですから、a2 乗引く4、これは因数分解しておくと a+2×a-2 であるから、
と D1 ガフっていうのはこれ同値で、何と同値かっていうと A×A-4 ガフであると同値、まあそれは当たり前のことを書いてるわけですが、これ同値変形であることにも注意して、だから常に必要十分条件をたどってってるんだということに注意して、A×A-4 ガフというのをこれと A の二次不等式ですけど、これを解くと A は0より大きくて4より小さい。で D2 ガフというのはこれは A たす 2×A-2 ガフ、この二次不等式を解くと A はマイナス2より大きくて2より小さい。で、この条件をそれぞれ ① ② としますと、① と ② の共通部分を求めると。そうすると、それが求める A の値の範囲は範囲ということになっていて、まあここまで答案の文章を作成する練習のつもりでもう書いちゃっておきますけど、だからこの D1 が負かつ D2 が負を満たすための求め、A の値の範囲の必要十分条件ですよね。でそれがのの問われている答えの形になっているというわけで、あとはこれを答えればいいんですが、ちょっとここは丁寧にやっておいて、これは ① と ② から何が言えるかというと、 A 軸を取りますと ① っていうのは A が0と4の間にあるわけですから、図でこんな風に書けるわけですよね。でこんなのはもう一次不等式とか二次不等式のところで散々書いてきたかなと思いますが、だいぶ復習になっている人もいるかと思いますが、で ② の条件がマイナス2から2の間で、端点が入らないということにも注意しておきます。で ① と ② の共通部分ですから、それどこかっていうとここです。から0より大きくて2より小さい範囲で、これはあとは式で書けばよくて、求める A の範囲は0より大きくて2より小さい。で、最初から注意してやってきました通り、これはきちんと必要十分条件になってます。これが必要条件に過ぎないとか十分条件に過ぎないというどういうことが起こるかというと、この満たすべき D1 が負かつ D2 が負っていう条件に対して厳しすぎたりとか甘すぎたりすることがあるわけです。で十分条件に過ぎないっていうのは、これが狭すぎて他の A でもこれが成り立つ場合が実はあるかもしれないっていう話 で必要条件っていうのは逆に広すぎる場合で、これを満たすっていう範囲がすっぽり入ってるけど、実はあんまり範囲広すぎるとその A の中にはダメなやつがいるかもしれないということで、必要十分条件での形で求めるということがこの問題の場合は本質的になります。で、まあ具体的にこの範囲の A を取ってみれば、これ確かめることはできますが、例えば A イコール1と取ると、確かに共に虚数解を持ってますが、まあ、A イコール1だと実は2本の方程式が一致しちゃうのであんまり面白くなくて、そうするともうちょっと面白くしようと思うと A イコール2分の3とか取ったら計算ややこしいですけど、まあ例えば解の公式で真正面から二次方程式の解を求めてみれば虚数解、異なる2つの虚数解になっています。